ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつ。よっ、あの吉太郎、日本一。お金だ。紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。やるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？へえ。今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？うわ、最低。我慢もんか。大丈夫か、マスミ。紙吹雪は心配するな。明
トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。お父さん。Is this father?A big scar. そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。That escalated so fast. Tosan. Shinde. Tosan.20世紀最後の日か。ほう、今世紀最後の昼飯でも行くかなあ。一、一なら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。チンカスなんかにな。ついてくるな。どっ。
Huh? Pressing the displayed inputs. Ikakenishiro! That was unnecessary. Oh no. Gosh. Gotta memorize this keyboard. No. First mission. I'm gonna fail the first mission. してこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響終わりなんだよ。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああガキから巻き上げた金全部出しな。Here we go. パイセン、ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせにや。おなりをぶっ潰してやる。さて、どうしたもんかねえ。俺の番だな。俺の番。Opportune strikes. Ore no ban da na. Onigiri. Kaifuku da. Oshi, ikuzo.Just a thought. Ora, come here. Ore no ban da na. I think maybe I need a controller for this. Huh.強くなった気がするぜ。He doesn't even have a rank. 一番の兄貴大丈夫っすか。 Even this guy don't have a rank. おお、ミツ、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ、一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？
せっかく取った金を。そうだよ、わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ、わかりました。のう、そうだミツ、ここどうなってる。メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、タンコブできちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形できたのによ。せっかくフレッシュ。あ、こっちの方も整えて、ぶつで触るんですよ、スエさん。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、ほらよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界が。うわ、またドラクエっすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って、俺たちはヤクザですよ。何が勇者。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまた出やされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。カスが一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でね。あ、そうでしたね。 I like that subtle advertising of Dragon Quest. じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい。おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ。それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくか。デューティーカーズ。すいません。Syntax error.
よう、イチ来るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み相手のことか？師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだ。俺は今しのぎの最中だ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがってうるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだだけどこの通りピッピンして。おしざお。スコンスター。まったくよ。肝臓ボロボロなんだろう。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。よかったよ。ありがとうね。はあ。Passion, confidence, charisma, kindness, dumbass. Tasteless. Let's keep this at one.The very best man he can be, but still a dumbass. Oi, Ichi! Takeo no Ochan yo! Michio Mama wa yopparatte ru dake ja nee ka! Imasara nani itte nda? Kono 20 nen, Shiroku no Mama nante mita koto nee yo! Sore yori yo!桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。シャンリラ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。分かった。Dude, that old man's like an info broker.いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。ふざけんな！ヤクザ便利屋じゃねえぞ。なめてんのか？なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。乱暴の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。Boy, you are an errand boy.New Year's Eve tax? Is this nonsense? Oh. Ah. Bust up yours.
Menacing men. Well, he bounced. Perfect to God! What is that winning pose? ありがとうございます。はい。Oops. Plunger. Yes. Go. Get. Oh, sorry, lady.Plunger from a cigarette shop. Toilet no spawn? Na, baasan toko ni an daro? Togen kyo ni motte itte yatte kunnei ka? Sonna mon, omae ga katte yare. Togen kyo wa jikka mo douzen daro ga. Futsu, omae kurai no toshi ni nareba jikka ni shiokuri suru no ga touzen te mon da.Oh, get scolded. そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。Get a real job. いっそ、荒川組なんて三次団体抜けて、羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。Wow. 下っ端でも、今よりかいい暮らしできるだろう。バカ野郎。俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや、イチ、ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気づけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で。車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい？荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。まあ、三つ、高校生に金返してきたか？はい。随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、
ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんだ。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。わったわった。パブリックパーク3。Which is like not even that far away. あ、兄貴。借金男はいたか。はい。あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか。知ってんすか、兄貴。まあいい。いいぞ。Is that Mr. Shakedown? Shakedown. ああ、平塚さんよ。優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ、財布置いて。なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。ああ、こいつと一緒にいるってことは。ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。ハウチ。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。ええ、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。頭かち割るとかやってやるぜ。 He has a weapon。 俺の番だな。ほら来いよ、見せてやるよ、とっておきな。これで。Oh, that hurt. Oh. What was that, man? Yeah. Oh, God.よっしゃ。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。
Empty. Oof. なんだよ。ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、花から踏み倒すつもりだったんだろ。え？何やってんすか、兄貴。え？何って。なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金？グレートさんよ。約束通り財布はいただいてくぜ。え？ああ。はい。よし。行くぞ。見て。ちょっと、兄貴！一番ナイスガイ。どういうつもりっすか？なんで金回収しないんすか？平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか？大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろ。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それがなんすか？あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは？お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え？問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布なら売れね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか？はい、もしもし、1番です。おせえぞ。俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか？はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか？やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。そんなせげんで。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。 You collected zero yen. Is that an arcade? Later.Why are you running into me? いねえな。おい、姉ちゃん。いや、荒川雅人さんは？本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。す
せませんでした若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。すいません。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。すぐ着きますんで。いや、まだいいかな。そこに入る。え？あ、はい。最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが、即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。は、え？俺無理っすよ。やめましょうよ若。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。Oh, guys would do the craziest things for their girl. Rip. Waka. 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 Oh, his eyes are different though. へー。行くぞ。
若。That's crazy. いらっしゃいませ。He just starts walking around.こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、ユメノさんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。セボ。おう。はい。Indentured servitude. Yeah. Oh. Number one, customer service. You got a problem? This is Yumeko-san.Joyful hostess. She doesn't even have a name. Just joy. It should be her. Yeah. ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら、僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、ロなんだと。話にならん。なんだとこれ、分かるように話せてんだ。何が紳士的だ、揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。
使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。え、he's a police officer。 何？名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。わか、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。ハンカチ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも分からん女出てなくて。分からん、彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え？こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだ。こいつはいや。ああ、マサトさんうまいこと言う。ま。そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。
嘘。え、こんなの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。 For a watch。 ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。I think restroom is one word, isn't it?飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。わお。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。 Can't trust nobody. 分かった、じゃあ後で。 Can't trust anybody.バカ！いつからそこに？あの、バカ？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。 Oh, I think he heard all of that. Yo, pick up the money.
なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。わおわおわお。お、sorry。Excuse me。すみません。Burnout bullet。はや。Yeah, what was his problem? Wasn't even doing anything to him.Kakatte koi! Just wants to fight. Another arcade! Me too. Ush. Yeah, I just realized Ichiban is one. Is Mitsu two?例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。Hey, it looks like Jet Li from the side. てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。ジェットリーヤクザ。道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。ふう、ラッキー。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか。
ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでから騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番よし。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。リバースチェックマグネット。しけたぐうたじゃって。そりゃ、おやっさんはモテたでしょうけど。てめえ、石。何舐めた口聞いてある。いや。過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。 That's a long time ago。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高くくってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな。となりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ
殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。Oh, she gave birth. 生まれたの。え？私たちの赤ちゃん。お。でもすぐそこにも奴らが来て。だから。分かった。今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ。奴らが来た。どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。大丈夫だ。赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ。赤ん坊をロッカーに。分かった。この子お願い。赤ぜ。おい、いたぞ。女だ。行け行け行け。Oh. 赤ぜ。女。くそ、どこ行った。おい、早く探せ。くっそ。やばい、これはやばい。Oh, that's why he wears the glove. Oh.
俺ここ。おい、大丈夫かよ。しっかりしろよ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマザトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から、あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イジ、マザトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんてそんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ぬうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせしまったな。怖っ。ね、お前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。はい。He ended that Hirakawa family. G-endo. せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。食撃の相馬。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。Aw, he's not a party member? That would have been nice. Oh, San, can you keep up? Oh, he's keeping up. Old man got stamina. One's like the Terminator.Jejun. Rip.
マジかよ。おい、誰かいるのか。殺せろよ、敵に助け。よせよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてだろ。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざっす。待ってろよ、北京ダーク。いい年越ししろよ、ご両に。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。どうした、イチ。クソでも漏れそうなのか。うるせえ。イチ、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。Wise words。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほら、おいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでした。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。レベルアップ。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰彼構わず喧嘩吹っかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心で
その名前を口にした。荒川組。あ？荒川組。俺を殺したら、あの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば、殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ。今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずな俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。はあ、even flinch。 あの、ああ、助けてもらってありがとう。ごっ礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間かっこいい。俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。Doing the walk away with the trench coat. お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。
ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。Oh, he reminds him of himself. That's why he took him in. Go ahead. Ha! Hi! You have a similar past. それはおやすさんに出会ってから100日目のことだった。いやあ、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやつさん。おう。あ、もうすぐカウントダウンっすね。やめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おいお前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で閉じ込めるのが嫌だろう。 That line though. このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。 This guy. あ、なんだおっさん。 The super chat. 騙すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。コスプレ。ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。熱烈やれ。手加減しねえぜ。The lady should just run away. Hua, hia, hu, out. Oh. よし、行こう。とっておきだ。こいつだ。You gotta get this perfect guard. Not perfect enough. And you're up. What the hell is this man? Are you okay, Mei-chan?おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。おやつさんも良いお年を。うん。おお、かっこいい。Doing super chad walk。Yeah, there you go. もう一杯だけ行っちゃうか。
は外します。ざまみろ。